まずは、まあ、M1 ですね、はい、M1 ウエストランドでございました。ウエストランドが、はい、悪口漫才でおなじみのまあおなじみになったんじゃないですか、これでねえ。毒舌とは違うんですか？毒舌とは違います。悪口だ。もう悪口です、ただの人を傷つけるっていう意味合いでの悪口だ。ミットに飛んでないということですかね、毒舌との違いは。そうですね、ただただ人のことを考えずに傷つけるだけの漫才、はい、悪口漫才だ、はい、ただただその恰幅の言い方をデブっていうようなことですよね。あ、悪口だ、うん、ご飯たくさん食べたんですかじゃなくて、うん、おいデブっていう、あ、悪口、これが悪口です。すごい漫才が優勝しましたね、やっぱり、ね、悪口でも、悪口僕らもよくね言われますけど、転がってるだけで優勝できるなんてみたいなね、悪口言うだけで優勝っていうのは大したもんでございますね。これからもどんどん悪口言ってってほしいですね。あ、いいですか、その方向で。彼らは台本にも書かれてるんじゃないですか、井口のとこ。なんか今日はあの、うん、壁のロケで一緒だったんですけど、やっぱりあるって言ってましたね、かっこ悪口、あの一言悪口お願いします、お願いします、取材とかでもうちの雑誌にもちょっと悪口一つお願いしますみたいな。おい、つまんねえぞこれ、読まねえよ、ありがとうございますみたいな。君が悪い。悪口として機能してないですけどね。あ、まあ、それそこまでいけばでも大しすごいすごいことですよね。悪口が悪口として捉えられないってもう最強の状態な気がします、まあ、この時代の逆行してますからね、うん、悪口っていうのはね、うんうん、だからすごい、だからどういう今後出方というかね、芸人になっていくのかすごい楽しみではありますよね、うん、じゃあその M1 パワーで悪口が許されるのか、はい、通常通り許されず、もう全くテレビ出ないか。M1 チャンピオン史上初めて、全くテレビでもありますかね、うん、今後。まあ、でもやっぱ井口君のあのサイズ感とあの感じで言うから、まあ許せるっていうのはやっぱ大きいことですよね、うん、これはね。ちっちゃさと、うん、歯の汚さと。そうですね、うん、歯がもうとにかく汚いですよ。お前だよ悪口言われるのはっていう。そうそう、お前、うん、お前何様なんだよっていう、お前チビで歯があれだろうっていう、うん、ところがあるから笑えるんでしょうね。ステイル好きがたくさんあるから、うん、なんか嫌に聞こえるけど、本当に好きだらけなんですよ、うん、彼は。うん、やっぱ野田さんみたいなやっぱマッチョの大男がね、うん、その悪口言うのとやっぱわけ違いますから。チビの歯、うん、ガタガタで、はい、最悪の相方を持ったとか。非常に不運な方ですから、その、最悪ワンパンで倒せるっていうのがやっぱこれね、いいんですよ。一撃ですから、あんなクソガキみたいな。いいもん手に入れましたよね。だ、逆に言うとそれだからこそ生まれた皮肉というか、はい、うん、だからこそ生まれた悪口かもしれませんから、はいはいはい、もう悪口ぐらいでしか戦えないと。そうですね、暴力では勝てませんから、誰にもなんか言うしかないっていうことですよね。最後ウエストランドです。はい、まあ、ウエストランドはね、2年前出た時も最後で、今回も最後取って、でね、言うとね、僕は言ったら準決勝ネタ見た時に、やっぱ結構こうお笑いファン向けのこうネタの部分が大きいじゃないですか。それこそ佐久間さんって言ったところが、まあ、準決勝なんか一番受けたし、で今回も言って、うんっていうのがまああって、あれをどう審査員は受け取るのかなっていう部分が、ほら博打やなーって、なんとかこの決勝まではすり抜けてきたけど、これどう出るかなぁ思ったら、この博打に勝ちましたよね。はい。で、この勝ったのも、やっぱこれ Q が、俺あのネタをしなかったっていうのも大きかったかなぁと思うんですよ。で、Q とちょっとネタも被ってるって言ってたじゃないですか、審査員の方もね。あ、松本さんかな。はい。で、その Q の被ってた Q よりも絶対いいネタやったやろうし、っていうのも大きかったから、だからね、これね、タイタン、これね、もうちょっとわからない人はわからないかもしれませんけどね、もう競艇みたいな戦いというかね、はい、もう競輪かな、競輪みたいな戦いで、同じ地区のね、同じ地区の人たちでこうほんまにこういう感じでキュートやって、風避けてもうてウエストランドがグワー行ったみたいな感じで、キューが違うネタやってたら俺ちょっとまた様子も変わってたかなという風な、ここがだからドラマやったなというね、うん、このね、タイタンの競輪のこの風よけでこうヒュエーって、これはもう太田光代社長がもう仕掛けたんじゃないかというね、
ぐらいの感じで僕は見え、ちょっと、まあ、偶然ですよ、偶然ですけど、うん、あの、蹴った球、なぜや、ウエストランドがまくるっていうね、ここが俺すごくドラマやったなと思いました。そこで、男性ブランコをまくって、うん、ウエストランドが最終的に3位で、最終決戦に残るという形になったんですよね。最後ウエストランド出てくるときに、俺ウエストランドの準決勝を見てて、あ、これ絶対決勝でも受けるなと思ってた。ウエストランドはいい順番だったんじゃないかな。そうですね。本人たちも言ってましたね。逆にその7、8、9だったら多分いけてなかったみたいな。ああ、確かに。ネタ飛ばしたっていうところも気づいたし。あれ、連チャンでやれたのも良かったですよね。そうそう。あ、まあ、そうや。10番と。確かに。確かに、なんか8分ネタに見える。そうそうそう。続きだったもん。決勝の決勝は、まあ、その3組が取ってか。ウエストランドとロモリー、さやか、はい、これは好みで、本当にウエストランドじゃないっていう人もいても全然おかしくない。いや、それは超接戦なんで、汎用でしたしね。いや、終わった後、え、お前だったら誰って3人に見せたけど、うん、俺三者三様だった。あ、そうなるよね。確か分かんなかった。あれってでも、なんかあんだけ関西の人はこれこうでみたいな、うん、仲良しコント師みたいな言った後もやりづらくなかったんですかね、そのロングコートダディさんと。ああ、どっちも入ってた。そうそうそう。でもそれはもう、だってね、もう自分のやり方ですから。関係ないか、お客さんも別に関係ない、うん。だし、自分のこと言われてると思わなくない、うん、あれ聞いて。この状態だとそうだよ。双子とか言われたら、俺たちのとか。関西の芸人で俺だと。まあまあまあ、見事でしたね。お見事でしたよ、めちゃくちゃ面白かった。面白かった、話、うん。笑うんやん、だって。ね、笑いますもん、あんだけ笑うね、うん、すごかった。なんかもう皆さん、河本さんで笑っちゃう壁なくないですか。いや、もうそんな何年も前から。あ、そうですか。俺最近、最近もう喋るだけでも面白すぎて。わかるわ。なんか、たまらないですよね。お笑いの能力とか、そんなのじゃない人の別の笑いだって。すごいよな、確かに。まあ一応俺たちの同期っていう風になってるんだけど、それも詰めまくったんですけど、この前ね、アフタートークでめちゃくちゃ詰めたんですけどね、全然なんかボロだ。俺たちの同期だっただろ。いや、いや本当はもっと上っていう説が出てるんですけど、いやだから違う違う違う、俺たち同期みたいな感じで言ってたのか。いや、いや今はもうなんか大客さんにしたんですよ。15期と同期、14.5期にしてますよ。それはないもん。でも優勝してくれたからよかった。もうそれもうやめやになるから、はい、だって M1 出るためにさ、ネタしたらあと多分7回ぐらい出てたから、あいつら。ネタしたら、うまいことやって。そうか。やっぱ俺、そのウエストランドさん優勝して思ったんですけど、やっぱ小さい人の方がめっちゃ喋りますね。全体的に。その俺も喋る方じゃないですか。あと爆笑問題も田中さんもめっちゃ喋るじゃないですか。伊藤も喋る。伊藤も喋るもん。これ何なんですかね、小さい人。これは完全にその学生時代、例えばヤンキーとかがいたとするじゃないですか。もう喋らないと生きていけなかったでしょ。そういうことか。おい、ジミー、おい、ジミー、おい、こっちか。やめてください、ちょっと何ですか。だって、志麻さん全然喋んないじゃん。喋んない。そうか。なるほどな。何なんですかね。迫田さんのタイプもあるぜ。怖い喋る。怖い。怖い喋んないと思う。怖い喋る。迫田さん。周平さん。周平さんとか。ニュアンス小さいと思う。確かに。まずタップも小さいですよね。小さい。そして、M1 も決勝終わりまして、うん、我らがウエストランドが、優勝と。まあそんな面識ないけど、ね、うん、面白そうに出てくれてたかな、うん、と思います、ね。まあ他でもちょいちょい、うん、ね、一緒にはなってましたけどもね、はいはい、M1 自体もすごく面白かったですよ。ただやっぱちょっとしっかり見れなかったんで、もう一度ちゃんと見直さなあかんなというふうに思ってるんですけども、やっぱ急いでちょっとざっと流してしまった部分もちょっとあったもんですから。そうなんですよね。もう一度しっかりちゃんと見たいなというふうに思ってます。正直私も M1 決勝はしっかりは見てないんですよ。これしっかり見てない2人がおかわんグランプリをやろうという。だからネットニュースだったですよ。井口さんがさ、うん、コントのね、はい、単独ライブの最後のネタ20分、あるやつみたいなこと言ってました。ちょっと切ってたじゃないですか。はい、でもあれさ、俺ら40分あるから、俺らのことじゃない。俺らじゃない。20分とかじゃない。
45分ぐらいある。俺ら45分あるもん。いやでもね、あれすごい。だからすごい笑っちゃった。めっちゃ俺らのことじゃないわと思ってめっちゃ笑えたわ。だって俺ら45分やってるからさ。でもさ、20分じゃないし。あの人やっぱすごい。あの前にね、あの僕、うん、あの太田光代社長に、うん、あのメガネを奢ってもらって、その後、うん、あそう井口さんもいたんだよね。フレンチを奢ってもらって、うん、その時井口さんも、うん、来てたんだけど、うん、メガネ買ってフレンチまでの時間にちょっと空き時間があったから、ちょっと社長が、はい、ちょっと銀座にはプラプラしましょうって言って、すごいね、銀座プラプラ、銀座プラプラで本当にびっくりするぐらいしましょうってさ、本当にな、平井プラプラしましょうとかじゃないんだろうな。銀座ですから。銀座でしょ。で本当にね、俺らがドトール入るぐらいの感じでカルティとかグッチとか入ってくの。すごいな。でもやっぱ社長だからさ、もうみんな分かるからさ、うん、もうすぐ店員さん出てきて、あーまあ、うん、みたいな感じで、ね、社長がちょっといろいろ見てる間、井口さん、俺やることないから、井口さんと俺ちょっと喋ってて、もうその時から井口さん、やっぱりさ、あのコントの人はさ、あの最後単独の最後でさ、20分ぐらいカッコつけたコントやるだろ、あれ気持ち悪いよ、グッチの変だ、どうせお前らもそうなんだろ。何しよカルティでコントの悪い知ってんだろと。まあ、いやでもやっぱね、すごいですね、本当に。だから自分がもう100を持ってることを漫才でぶつけて、あれだけ大爆笑かっさらって優勝するって、いやーすごい、いやとんでもない大会だったね。ウエストランドさん、おめでとうございます。すごすぎる。ありがとうございます。いやー、いやすごいね、しびれました。かっこいい。かっこいいね。面白かった。予選3位で優勝したのはトロさん、オンさんぶりぐらいかもね。全然わからない。あ、なるほど。おー、いやー面白かったね。いやー本当に痺れたな。興奮冷めやらぬまま、今生配信なんでね。そうですね、いや痺れましたね、ちょっとウエストランドさんは本当に。いやーなんかそのもうちょい割れるかなと思ったけどな俺は。あーなるほどね。あの最終決戦ね、 あんな真っ赤にウエストランドさんになるとはな。いや俺はもうウエストランドさんだと思ったけど、あのね、ほぼ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 満票で、一人だからさやか大吉さんかな、だけさやかさん、大吉さんか、あともう全部ウエストランドさんで。はぁ、いやもうでもどうなるか分かんなかったよ正直。いやすごいなぁ。いやかっこいいね井口さん。いや河本さんもね、河本さんの綺麗な涙見たあれ。一番綺麗で一番いいタイミングで涙出たな。自然に出てたね。そうやね、ですね、最高やな。やっぱ河本さんあそこであんな綺麗な涙流せるのがいいね。最高やった。で井口さんはブレへんな、優勝してもなんかずっとそのなんでお前が泣いてんだよとかさ。そうだよ、もうあの人はもうサイボーグだな。いやサイボーグっていうか、もうやっぱウエストランドさんもやっぱキャリアもね俺ら以上にも上だし、あの人はでも芸歴ははっきり言わんけど、まあ14期扱いやね一応俺らの1個も。やっぱりこうなんだろうな、俺らからしたら同世代だよね、やっぱこう、まあ、ずっとね、テレビで出させてもらった時もやっぱタイミングも最初ネタ番組とか、ね、結構タイミング一緒だったりしたし、いろいろ K プロさんのライブとかもね、で一緒の、一緒じゃねえか、あでも一緒に決勝も出たしな、一昨年。いやだからそう、このタイミングでこの M1 優勝するってのはやっぱすごいし、うーん、めでたいね。かっこよかったね、優勝しちゃったね。優勝した井口さん、すごいよ本当に。すごいよ、すげえよ。どうなんの優勝したウエストランドって。こっからでも無双でしょ。でもさやっぱ今までさ、やっぱ敗者っていうか反逆系やんか井口さんの芸風って、うん、虐げられたりモテないとか、うん、地位と名誉をこっから手に入れてさ、金も手に入れた井口さんはさ、もうネオ井口になるよね。いやそうだよ。いやもっと大きいものにずっと立てついていくよ。もう決勝であんだけ全部言えるんだから、言っちゃったんだから。そういう歌詞しか書いてこんかって言ったら、もう反体制というかさ、こっからも井口は噛みつき続けるんだろうな、もっとでかいもんに。もうほんと太田さんじゃないけど、そういう感じになるかもね。また全部タイプは違うけど出てくるのかな、カリスマ性がここから。ああ。
まあでも一番ちっせえやろ、見た目がねだいぶちんちくりだからだからどうなるんだろうね。いやでもネタ良かったな本当に。なんかこう言ったら平和な笑いとか誰も傷つけない笑いみたいなことが、まあ松本さんも言ってたけどね、まあまあ誰しも思ってたことだよね。あまあその本当に俺らもさ、それこそ俺らもネタだったり、うん、こうラジオでこう話してることだったり、うん、よく同じようなことをしょっちゅう言ってたけど、いや今年のくだりとかも本当になんかラジオで言ってたよ、俺たちの気持ちをなんか曲にしてくれたみたいなさてか全部だったね。やっぱあの俺らも世代一緒ってのもあって、なんか思ってること全部一緒だだから俺らも全部要所要所で言ってたことをキュッと漫才にまとめて、であの瞬間あの熱量で、ああやっぱ一番かっこいいことしたなっていう感じがあるな。どうなんだろうな、それこそ視聴者とかね、なんかこうもっと逆に言ったらもっと10年くらい下の芸人とかにはどう思ったのかもうもはや分からないレベルになっちゃってる。いやでも痺れたんじゃないかみんな、うん、俺らも最高だったよ。最高やったな確かにな、常日頃俺らが言ってたり本当にやってることを、うん、もう共感というかね、共感しかなかったね、共感しかなかった。一番笑ったな俺は。いやすごいな。でも言ったらあるなしクイズで2本目も行くっていう、それもすごいね。うん、結構悪手というか、あ大丈夫かって俺思ったんやけど、そうまた同じネタかってやっぱ一緒思うよね。でもそこにずっと横だけでやってきて、あるないあるない、なんか縦入れてきたんか、アイドルにもやるとか、うん、であるなしクイズってさ、俺あるなしクイズってわかる、そのなんとかやってなんとかなんとかやってなんとかやって、うん、で通して正解が1個あるわけやんか、うん、それだけちょっと俺純潔で見ると気になっとって、これ投げっぱなしやん河本さんみたいな。っていうか俺も最初思ってる、その1本目のネタでいや正解教えてくれやって思ってた、もう気にならなかったね、うん、気にならんぐらい受けてた、もうすぐそこじゃないっていう。結局2本目はそこありにしてんか、全部ああいうようになってるってしょうもないっていうオチに、あオチだけね。そうだから1本目のパッケージのままグレードアップさすってなかなかないなっていうのがちょっとびっくりしたな。あとその本当すぐその上回ってたしね、笑いの量が上回ってた。まあでも言ってしまったらミルクボーイさんと一緒じゃん。あそうだね、あ、うん、同じパッケージで中身変えて上回ってた、あ、うん、文句ないっていうか、文句なしやな。よりもう2本目も1本目以上に面白かったし、俺はもう一番笑ったな。一番考えると、うん、その井口はもちろんすごいんだけど、うん、その河本のメンタルって結構すごいんだよね。本当だね、間違えたって言ってたよ、ネタ飛んだんだね。飛んだってましたね。飛ばしたのに、はい、もう一切わからない。わかんない、あいつのその当たり前みたいな感じで乱れてなかったですもんね。乱れてない何にも乱れない、何にも乱れない、あのただあるなしクイズを出せばいいんだから、あいつは通常運転。何なのあの人、すごいアイドル、アイドルとか言えばいいんだから、その、うん、それをでも、待つメンタルとかさ、はいはいはい、あるじゃん。はい、だから、結局、なんかやっぱ、そういうマインド、うん、もうずっとあの形でやってるからね。あるんだよね。で、大最後の涙にさ、それが出てて、あいつ頑張ってたんだなって。そうですね。それは、あれで、なんか言ったなって。そうですね。それは、あれで、なんか一滴も涙流さなかったら腹立つじゃんね。本当にやばいよ。確かにやばいやつ。俺何にもしないですけど。全然いい。何にも努力がこう何にも、ね、出されなかったからね。努力ちょっと見たいじゃん、今の優勝の時に。見たいよ、ドラマがね。それはやっぱあいつもさ、井口だけがこうフィーチャーされて行くけど、あのメンタルっていうのは、ね、実は、まあすごいんだっていうのが、さやかとの最後の比較でちょっと分かったわけよ。確かにね。でもほんまにこうみんな言うけど、ほんま僅差やねんって、これは。はいはい。さやかかウエストランド、僕もそうでしたね、うん、ああどっちかとか言ってね、うん、でウエストランドネタやってる時の、うん、あの抜かれる審査員全員下向いてましたね。みんなこうやって頭抱えてどっちなんだろうと下向いてました。みんなこうやって頭抱えてどっちなんだろうと思って見てました。このリアクションってそうですね、うん、悪いことに笑ってるっていう感じのでも全然悪いとも思えんかったけどね、僕。悪い字も、うん、ウエストランドもね。全然、僕、ほんまに単純に面白かったなと思って。そうですね、確かにね。うん、面白かったですね、うん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 。テレビ見てる視聴者としては、やっぱり男性ブランコもう一個見たかった。見たかったな。男性ブランコ。何やるんだろうみたいなね。そう。うん、見たかったですね。やっぱり会場と、全然違うんやね。テレビと。テレビと前のね。
なんかやっぱりマイクのあれによるみたいですね。だからなんだっけ、ロングコートダディの音とか、うん、あのそうそう、テレビ見てて、うん、まあ、ちょっと足音が大きかったっていうのはテレビ見てると思います。全くですよね。全く気にないけど。だからやっぱりこのガンマイクで拾ってる音がテレビになっちゃってるけど、会場全く足音なんか聞こえてないですよ。M1 ってピンマイクがね、ないから。足音なんか聞こえてないですよ。M1 ってピンマイクがね、ないから。そう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 。そうでした。M1 ってピンマイクないんです。スタンドマイクと、あの、ガンで、下から拾ってるからな。女性から一貫してピンマイクないのよ。だから、あの、すぐ来れるのよ、エミクジ弾いても。だから、ああ、そういうことなんだ。そう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 。足音がもう、ちょっとちっちゃい方が大丈夫かなと思いながら。思ったんですよね。僕、全く。そんな聞こえてたんや。全くですよね。うん、全く。あの会場はね。うん、思わなかったですよね。そう。その時もあの、旧の清水っす。もうなんか芸歴が詐称してるみたいな。あ、だ結成はあれですよ。あ、そうです。一人一人の芸歴が。タイタン入ったのがみたいな。ああ。だって井口俺最初出会った時、誰と同期ぐらいって言ったら、吉本で言うとジャンポケさんぐらい。会った時、誰と同期ぐらいって言ったら、吉本で言うとジャンポケさんぐらいですかねみたいな。ということは、剥奪か、もう。で、その2、3年後に会ったら、大宅と同期です。あれ？で、その2、3年後に会ったら、またなんか、そいつドイツと同期です、みたいな。なんか、わけわかんない。ちょっとずつずらしてきてる。会うたんび、会うたんびに、芸歴が。芸歴13年ってなってたよね、今回。なってた。13年。一応なんかその。あれも怪しいですけどね。え？ 13 年ってことはないでしょ。13年は、なんか、結成は知らないですけど。吉本の偉い人に、ちょ、高橋それ言えって言われたの。2年連続出したことじゃないウエストランドについて調べました。ね、M1 チャンピオンおめでとうございます。ウエストランドがね、あるなしクイズやってたじゃないですか。うん、あれ好きなんですよね。好きなの？初耳だな。ちょっとやります？お願いします。サンドイッチマンにあってナイツにない。はい。で、ザ・ラジオショーにない。はい、わかりました。太っ腹ど。違いますよ。太っ腹どだよ。いや、ビバリーは松村さんのクイズに勝つと現金くれるけど、ラジオショーはスペシャルウィークなのに何もないこと多いから、太っ腹ど。違いますよ。そう、自分たちの番組ディスらないでください。じゃあ次お願いします。花は信行にあって土屋信行に。はい、わかりました。存在感。絶対的な存在感。この答えだけみんな納得しちゃうだろ、いい加減にしろ。早速。ね、作ってくれましたね。すごい。今年の忘年会でさ、ああ。この、これで。もうめちゃくちゃ社長とかにさ、なんか言うやつが出てくるんじゃないの。そうだね。そして、あの、ちゃんとクビになるやつとか。そうそうそう。失敗するやつ。いや、とても面白かったですよ、今年は。うんうん。うん。で、いろんなところでまたちょっと燃えたりもしましたけどね。うんうんうん。だから私が、その、コンプライアンスが厳しい世の中で、このウエストランドみたいな、もうバン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 毒を吐くのが、時代を変えてくれるって言ったら、志らくの、その一言によって、さやかじゃなくてウエストランドに審査員がみんな流れたみたいなこと言われてね。それで審査員を馬鹿にしちゃいけないんだ。いや、そうですね。私の一言でみんな松本さんとかが流れるわけがないんだ。なるほど。そう、なんか、そっかそっか。だからさやかのファンの方はみんなそうやって、まあ自分たちを、そう、なんか、そっかそっか。だからさやかのファンの方はみんなそうやって、まあ自分たちをさやか応援してるから悔しいっていうのもあるんだろうけども。結果的にはウエストランドがね、視聴者がそういうふうにね、思ってる。ウエストランドがとっても、あの空気の中でやっぱり一番掴んでたってことなんでしょう、結局。でも1本目終わった段階で、やっぱり志らく師匠も98点つけて、うん。でもやっぱ確かにああいう芸風で、こう優勝したらね。さやかが優勝だと思うんだよ。もう。さやかも面白かった。うまかったよ、さやかの。いや、うまかったし、面白かったよ。完璧だよ。いや、すごい。俺、びっくり。いや、初めて見て。俺も、ほとんど。初めてだろ。俺も、ちゃんと見たことない。こんな奴らいんの？うまいと思ったよ。あれ、歴史に残る漫才師だよ、あいつら。だってさ、あんなうまい奴らいる？見たことないよ、俺。いやいや。歴代漫才師で。いや、まあ、ほんと面白かった。すごいよね。うん。圧倒的だと思ったよ。はいはいはい。俺絶対さやかが優勝だった。そうじゃなかったのよ。ね。そうじゃなかったんですよ。いやー、そうだよね。ね。ウエストランド来たね。やりましたよ。いやー。まさかまさかの優勝ですよね。まさかだよね。うん。で、やっぱり俺、後から見たんだけど、うん、TVer で見たんだけど、はい、あの、ウエストランドの時ってさ、うん、審査員がさ、抜かれんじゃった場合。はいはいはい。そうさ、あの、富澤とかの、鼻とかさ、うん、あの辺がさ、頭抱えちゃってんだよ。うん、そうそうさ、M1 のことをさ、そうそうちゃんとちゃかしてさ、はいはいはい、やったじゃん。うん、で、あれがさ、M1 っていうものの、
大会の持ってるさ、はい、ジレンマなんだよね。はいはいはい、言ってみりゃさ、はいなるほどね、芸人は全員あれを持ってるね、はい、実は。ね、だけど言わないでいるわけじゃない。ね、そういうわけじゃん。ね、うん、M1 のあのなんとかストーリーとかって。はいはいはいあんなもん感動じゃねえよと、ね、思ってるわけじゃん。で、もうさ、モノマネ王座じゃねえんだからって思ってるわけじゃない。いやいや、それはどうかわかんないけど。泣いてどうするみたいな。思ってるわけあんなのさ、後半の隠し芸大会とかね。そうそうそう。努力を見せんじゃねえとか。で、そういうのをさ、まあ、井口が言うわけまあまあ、痛快でしたさ。富澤とかさ、大吉とかみんな、花輪がみんなさ、下向いてんだよ。別さ、松本さんもそうだけど、ええ、それで、あれ、富澤も言ってたけど、うん、僕らも共犯ですからね、つって、うん、笑った人みんな共犯ですからね、うん、って、あれが、うん、俺、あれがね、うん、要するに、ウエストランド見てた時に、うん、リアクション取らざるを得ないんだよ、うん、あれ、抜かれるの分かってるから、うんうん。そうするとさ、もう芸人の坂なんだよ、ね。まあまあ、そうですね。そうすると、うん、ウエストランドの漫才に、全員参加しちゃったんだよ、うん、あれって。そうね。ね、うん、俺、そこが一番感動して、うん、あやっぱ芸人ってすげえなーと思って、うんうん、なんかすごいそこがゾクゾクした。ああ、なるほどね。だから、ウエスト、あの、井口は全員巻き込んだんだよ、ねうんうんうん。だから勝ったんだと思うんだけど、うん、まあ、それを意識した採点かどうかわかんないよ。でも、あの、要するにバラエティっていうのは、うんうん、あれ、要はもう審査員含め、で、うん、最後今田もさ、うん、もうちょっと下向かないでくださいよってなるじゃない。あれ全部がウエストランドの漫才の一つの演出になったんだよね。巻き込んだんだよね。そこが俺すげえなーと思ってて、うんうんうん、あそこに感動したんだよ、俺は、うんでうん。もうだから、井口が全部巻き込んだっていうことなんだけど、はいはいはい、笑ったのがさ、俺も、あいつら、Q がさ、はい、Q ね。Q が9番目で、はい、ウエストランドが10番目で、はい、どんどん減ってってさ、どんどん減ってって最後2組残って、何やってんのこいつら、もうさ、なんかさ、ワクチンの順番待ちみたいな。でさ、あそこでさ、寂しそうに残ってんじゃん。ああどうする、どうなるんだろうって、ああもう俺結果知ってたから、別に、はいはいはい。あれなんだけど、ああで、俺、あの日はさ、ちょうど、サンジャポじゃない、うん、日曜日だったから、はい、とにかく、で、あの、前日にさ、上原に、うん、あ、明日それじゃあ、もう M1 だな、なんて言ってて、うんうんうん、行くといいな、とかって言っててさ、うんうんうん、で、俺、M1 っていつも録画して、はいはい、わーっ と、なんか、適当にネタだけ飛ばしながら見ちゃうタイプだから、明日はそうか、じゃあ帰ったらリアルタイムで見るか、うん、とかって言ったら、うんうんうん上原が全然何にも反応しないよね。はいはいはい。どうしたんだろうごちそう思って。聞こえなかったかなともう一回言ったりしたからさ。したら上原が、太田さん明日、サンデー、なんだっけ俺らのやってるラジオ。日曜サンデー。日曜サンデー、うん、日曜サンデーの後、うん、行列なんですって言われて。で行列ってね、俺ね、はい、これまだ情報解禁前だから、本当は言っちゃいけないと思うんだけど。あ、そうなんだ。だけど、うん、さんまさんが全部ラジオで喋った。だからもう言ってもいいと思うんだけど。さんまさんがね、もう、正月特番なんだよ。あ、そう。行列で俺ゲストやっぱり、トシちゃんスペシャルなんだよ。はいはいはい、はい。トシちゃんの、うん、あれで、で、さんまさんとトシちゃんとで、うん、なんか、うん、華やかなりし、はいはいはい、昭和の芸能界みたいなのやるんで、うん、だ行列だったの、俺。うんうんうん。それで、あ、そっかー、つってて。うんうん、で、サンデー終わって、ちょうど目向かった時、もう、ものすごい睡までさ、はいはいはい。なんか急に眠くなっちゃって、ああ俺サンデー終わるとなんか急に眠くなるね。眠くなるんだよ。はいはい。ほんで、やべえな、これさんまさんだし、うん、この後トシちゃんだしなと思ってさ、結構、割となんつうの、こうカロリー使うというそうだね。ね、うん、そういう感じで、うん、ちょっとで、ね、汐留入ってすぐに、もう楽屋で、うんうんジャンバー被って、寝ちゃったの。うん、寝てたの。おうおうおうでも、M 始まる、ちょうど始まる頃に、こっちも収録始まる、あれだったから、で寝てたの。で、したら、上原がさ、うん、かなり熟睡、何分寝てたんだか、うん、10分か20分寝てたんだと思うんだけど、うんうん、上原がさ、おじさん、そろそろ起きがよ、つって言って、うん、バッと起きてさ、うんうん、やべえと思ってさ、うんうん
M1 どうなったっつって言ったらさ、うん、太田さんのせいっていうのがトレンド入りしてます。へぇみたいな感じで。何それっつって、俺また炎上したのと思って。おい、でも俺何にもやってないし、みたいな。いや、太田さんのせいっていうワードがトレンド入りしてます。どういうことっつったらさ、なんか大吉が、大吉が言ったね。言ったって言うから、え？どういうこと？って言ったら、なんか審査員のうんぬんで、大吉がまたやらされたことに対して、太田さんのせいですよって言ったっていうのを、まあ、軽く説明受けて、でもまだ状況よくわかってないんだよ。なんでそれとか思いながら、本番ね、始まって、そしたらさ、始まる前に、客入れしてて、トシちゃんとサンボさん、トシちゃんとはちょっと、やる前に、収録前に話したんだけど、で、前室っていうかさ、溜まりみたいのがあってさ、で、そこ行ったらさ、そのスタジオに行ったらさ、東野とかさ、ほら、行列だからさ、行列だよね。ね、東野とか、で、友近もいたんだよ。友近いて、あと、フットボールの後藤と、フワちゃんとか、あと、なんだ、カレンちゃんとかいて、で、あと、まあ、いろいろちょっと隠しゲストっぽいのがいて、で、東野がさ、もういきなりさ、M1 すごいじゃないですかーつってさ、また東野さん、もう嬉しそうなんだよタイタンから二人、すごいじゃないですかーつってからさ、いや、ほんとそれ東野先生のおかげだよつったら、また何よ東野また悪い笑顔でさ、ね、で、あいつさ、井口のこと散々可愛がって。ゲームは好きなんだよね。ね、送れてた。悪い、いつもさ、俺、井口にね、絶対こういう性格のやつだね。井口みたいな性格だよね、東野の大好物に決まってるって言ったんだよっつって。だから、東野にハマれっつったんだよ。うわぁって言ったら東野がさ、またさ、悪い笑い方して。あいつは悪いやつですよって、大好物ですわーとか言いながらさ。でもすっごい嬉しそうにしてくれてんの。はいはい、東野。いや、ありがたいなと思う。友近も、どうなるやろねとか言って。友近とは、その二日前に検索者で会った時に、で、終わって帰る時に、もう今日、今年はもう会わないかもしれないから、良いお年をとか言って二人で、言ってたら、二日後に会ってさ、会ってんじゃねえのウエストランドどうやんなるやろねっつって、ね、友近も言ってて、で、フワちゃんもさ、終わったさ、ウエストランドすごいじゃんなんて言ってるわけ。ね、ほんで、あと、後藤だ、後藤もさ、すごいやないですか、上さん。みんな、もうさ、すごいんだよ、とにかく。まあまあ、期待値が。で、みんな注目してるから、芸人は。ほいで、スタジオ入ってて、で、呼び込み、今、客、若干入れ、ってやってるから。で、呼び込み、で、俺ゲストだからさ、最後入ってて、さんまさんと、としちゃんは、要するに登場なんだよね。だから、先に板付きで言うのは俺だ、パネラーと俺。で、最後、太田さんですって言った時に、うわーっつってまたやったわけ。で、散々客にいじって、わー、助けてくれーとか、ギャーってやって、で、東野にまた飛ぶの、もうええからええからとかやられてさ、散々その一くだりやって大騒ぎしたけど、したらもうさんまさんが出てきた瞬間にさ、お前何してくれてんねんっつって。そんそん怒られて。さんまさんに、お前もうだ、なんや、お前は。とか言って。また、トシちゃんと俺だから余計そうじゃん。でもさ、ひと、で、さんまさんが散々さ、もう誰やこんなの呼んだのとか言って、お前もう帰れよ、お前はとか言って。もう散々怒られて。俺本番で、さんまさんにね。それで、散々やってて、で、途中、15分の、休憩があったんだよね。で、休憩があって。で、だから、結構回してたんだね。で、その時に、ちょうど M1 が、結果が、ウエストランド優勝ってのは、決まった。決まった。ほうほうほう。瞬間に、こっちは、15分休憩だったんだよ。そしたら、フワちゃんが俺の後ろにいて、で、フワちゃんがさ、あれ、いつもスマホを、もう、とにかく、常に持ってる。スタジオにでも持ってる。はいはい、常に持ってる。で、休憩ってなった瞬間にスマホつけたんだろうね、多分。そして、あって言ったけど、フワちゃんが、あ、M1 結果出たとか言って、結果出たとか言ってからさ、で、俺のすぐ後ろだと、え、そうなの？誰だったって聞こうとしたらさ、フワちゃんもまたさ、あれ、いい子だからさ、
いいの言って、つって。気使ってな。気使って、俺、もし、ね、俺が、まあまあね、そうだよね。そう知らずに、うちで見るとか、はいはいはい、そういう人もいるね、考えたんだろうね。考えてる。フワちゃんはさ、ね、そういうとこをちゃんとしてから。いや、いいよ、そう、石山言っていいよ。石山じゃない石山さん。ああね、ほいで、誰誰って言ったらさ、フワちゃんがさ、ウエストランドやったじゃんマジみたいになって。やったんだ。そう。すげえ。よかったね、ああ太田さんってさ、ああ大喜びなのフワちゃんが。フワちゃんが。ねはい。それで、スタジオ出てったら、もう東野がさ、やりましたもうさ、すごいんだよ、ね、もう。東野がさ、やったやないですかおもろいわ、こらって。東野もまたさ、すごい喜んでくれて。ほいでさ、その後、友近も、やりましたなとか言って、みんなに俺、ね、祝福されて、そうだよな。それで、ね、後藤がさ、いやーつって、みんなほら、結局、爆砲で、ウエストランド前説をずーっとやってたから、はいはいはい。で、後藤が、やったわ、これ、快挙ですわとか言って、ほいで、後藤しかもね、うん、Q のことも大好きなんだって。あ、そうなんだ。で、うん、もう、いつも Q のね、うんうん、動画を見てんだって、ネタの動画を。へぇで、うん、僕にはできまへん。間を待つことができないから、うん、ほんまおもろいわ、Q、おもろいですわ、うん、とかって、なんか言ってくれててさ。うんうん、でも、まあ、ウエストランドやりましたなぁ、うんうん。こら、すごいわ。全員吉本だぜ。そうだよ、ね。全員吉本だよね。すごいな、あいつらと思って、俺。あいつらのその人気っていうかさ、その祝福のされ方。もうみんな我がことのように喜んで。で、それで休憩終わって、スタジオでね、俺席ついてたら、最後、トシさん来て、さんまさん来んじゃん。さんまさん来て、わざわざ俺のとこの前に来て、太田おめでとう、つって。さんまさん。てくれてさ。すごいね。俺、鳥肌立つ。立つね、それは、ね。太田おめでとう。スッスッとまた MC のとこ行くんだよ。行くんだ、またかっこいいんだよ、そのさんまさんの。姿がさ、ね、俺が初めて会った時のさんまさんの、フジテレビパレードで、さんまさんがね、司会してた時は、俺ら、ね、新人で出た時に、トイレでたまたま出くわした時に、太田プロの爆笑問題ですって言った時に、噂は聞いてますって言ったら、バーって言っちゃった時の、あの感じあるんだよ。スッと寄ってきて、太田おめでとうって言ったら、バーっていなくなるっていうさ、うーわ、かっこいいと思ってさ、もうすごい感動しちゃってさ、そこで。すごいよね。うん。で、もうとにかく、で、休憩終わった時にね、俺は、その、フワちゃんが散々、ね、よかったじゃんって言ってたじゃん。そしたら、上原がさ、とにかく、さ、とにかく知らせなきゃと思ったんだよ、ね。スタジオに駆け込んできて、大手さん今っつったら、俺フワちゃんに聞いたっつったら、ズゴーみたいな。ズゴーってなってて、上原も。ほいで、フワちゃんとかも散々祝福してくれて。いや、もうすぐ上げてたよ。え？すぐ上げてたよ。ああ、そう、そう。だ俺、もうニュースで、もう当然さ、もう M1 の話題がバーっとトレンドワードみたいになってるじゃない、うん、で、当然ウエストランドがもう一員とかになってて、うん、下もうタイタンっていうのも上位にあったから、うん、あもうタイタンとかが上位なんだって見たら、うん、上原の写真、電話してる上原の写真。そうそう。で、上原の電話止まんなくなってるの、ね、そう、そうなのよ。で、それで、フワちゃんがその上原の写真を撮って、うん、ツイッターに上げてんのが、みんなもう、要するに、本番前の、休憩後の、前室をみんなでさ、大喜びしてくれて、うん、で、俺はもう、さんまさんに言われて、うん、もう最軽量でもう、ありがとうございますってさ、頭下げてさ、ほいで、そしたらもうとにかく、次の日ビバリーだったのね、ウエストランドがね。はいはいはい、はい。で、俺とにかく、結果知ってからじゃないと、手紙、うん、先生にいつもほら、うんうん、うちの若手出ときさ、よろしくお願いしますって書くから、うんうんはいはい、で、日テレの楽屋でさ、うん先生にさ、うん、手紙書いて、うんうん、で、上原に渡して、うん、で、ビバリー、その時ね、うん、俺は、うん、ようやくね、まあ、自信持ってね、うん、紹介できますって、うん、ウエストランドです、うん、書いて、うん、
ただ、まんじゅうのことも言わない。忘れないでくださいって書いたんだけど、で、あくる日ビバリー聞いてたら、もうさ、先生がさ、俺がお前見込んだ、すごいんだよ、やばい、見たろ、お前。すごかったろ、なんつってさ、もう自分のことのようにさ、高田先生がだよ、ああ喜んでくれて、ああああおいで、お宝の手紙来てるよ、お前。ああやっと、お前、ああね、胸を張って紹介できます。ああ知ってるよ、バカ野郎って言って、ウエストランドです。知ってるよ、バカ野郎明治座出ただろとかと言って、まんじゅうのまもじも読んでくれないんだよ。ひどいな。俺がお前さ、ブッキング力見たか俺のブッキング力っつって、とにかくそれで嬉しかったのは、うん、先生がやっぱり、とにかくああいうね、毒舌みたいな、うんうん、ああいう奴らが必要なんだって言ってくれたんだよね。うんうん、あんなこと、うん、言われてんだよ、うん、ウエストランド。ね、で、うん、俺らなんかさ、若手の頃なんかさ、うん、高田先生に褒められたことなんかさ、一、うん、回もなかったじゃんもうさ、やるたんびにさ、先生にさ、お前ら本当に下手くそだなって言われてたじゃん。漫才うまくなんねえな、見つまったっても。それがだよ、もう大絶賛だよ。もうあの高田文夫。そうね。天下の高田文夫は。大絶賛。すごいな、あいつらと思って。うん、で、だけど、その、うん枠組み的にはね、うん、あの、LF で、うん、今、なんか、レーティングなんだよね。で、おうおうおうだから、うん、で、あ、来週なのかな今週か、わかんないけど、うん、で、枠組み的には、うん、今年しくじっちゃった反省会っつんで、反省会なんだよね。それで、ウエストランド呼ばれてるから、絶対落ちる想定で、ブッキングしてるのに、もう先生もさ、喜んじゃってくれてるもんだからさ、見ろ、俺のブッキング力。わかっってたんだ俺はなんつって言うわけ反省会で呼んでたでもそれでもさ嬉しいじゃんそんなのさ嬉しいねさんまさんだ ね高田先生だがそんなそうだよで、うん、昨日たまたま俺これも鶴瓶師匠と仕事だったんだよ、はいはいはい、で鶴瓶師匠もこれで言えないんだけど、うん、鶴瓶師匠も会うなり、うん太田お前おめでとうっつってすごいやないかウエストランドお前そうもろかったするべしょ会うなりだよ嘘みてえだなお前よもうなんか俺が優勝したんだよそうなのよなってほんとねお前らよかったなウエストランドお前もうダントツやわとか言ってくれてするべしょがねで、あいつ、なんつったあのちっこいのがね、うん、あれおもろいわーって、で、いいとも一緒だったからなーとか言って、うんうん、よかったなー、ほんまーとか言って、ずるべしょ、うんうん。でも、あら、もうあいつは大丈夫や。あいつは、あれ、つ、井口っつうんですよ、つって、うん。見てくださったんですか見とったーって、うん、山田正人と見てたらしいんだけど。見とった、ほんまよー。おもろかったー。ってさ、言うわけ。うんで、あの、井口は、もう、あの、安泰や、って言うから、うんうん、いや、実はね、師匠、あいつね、チンコ出してんですよ、つって。あの、いいじゃない師匠と一緒なんです、つって。アホだ、お前いや、師匠と同じ癖がありまして、あの、いつまた出すかわかんないんで、つって言って。で、でも、もう一方の説では、うん、あの、聖夜も出してんですよ、つって。うんうん、で、聖夜、あ、チンコ出すと、M1 取るじゃないか、っていうね。そういう説もあります。あ、おが、お前、帰れ、お前また、鶴瓶師匠にも、さんさんも、帰れ、って言われて。面白いな、なんか、さ。あれ、すごかったよ。鶴瓶師匠も絶賛だわ、うん。結構みんなからおめでとうって言われるよね。うんうんなんかね。それで俺らはだから前の日爆注だったじゃん。はいはいはい。で、ウエストランド来てたから、うん、で、俺は散々あの、うん、井口とあの、なんだ、もう一人なんですか。河本か。河本にさ、ね。とにかく河本にね、うん、あの、お前な、うん、明日絶対噛むからな、つって。うんうんまず冒頭で噛むと思うとか言って。ね、やめてください、はい、それ、はい。本当になっちゃうからとか、はい、いや、絶対噛む。ほ、はいで、あの、もし受けなかったら、放送禁止用語言えっつって。そしたらもう強制終了で、あの、面白くなかったってことにはとりあえずならないから。ね。わか
からな、アベマのあの通訳の人わかるなとかで言ってさ。なんてこと言うんですかって井口が散々言ってさ、もうさ、変なこと先に先入観で植え付けないでくださいとか言ってたんだよね。で、したらあれところ結構うまくいったよな。うまくいった。でもなんかネタ飛ばしたんだってね。うん、飛ばしたらしいけど、まあ、わかんないね。あいついつも飛ばしてんだか飛ばしてないんだかよくわかんないから。そうね。うん。そう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 、うん。でも本当に受けたね。受けたね。ほいで、だから俺も慌ててその後日程からの帰り。うん、あの、TVer で車の中でこう見てて。うん、で、うち帰ったらさ、もう社長ベロンベロンなんだよ。でさ、よかったね、ウエストランドって言ったらもう、いやーね、ね、社長は、なんかその、要するに、決勝の3組になったら、っていうんで、散々その、残ったら、これに出して、くださいとかいろんなテレビ局とのやり取りしてたらしいんだよね、相当前もって。はいはいはい。で、もう、あの、まあ、要するに、M1 始まってから飲み始めて、もう、最初の、その、ファーストステージ終わる頃には、もうベロンベロンだよね。ベロンベロンだって、まあ緊張もあんだろうけど、ね。でも、ウエストランドとりあえず残ったって言うんで、安心して寝ちゃったんだって。寝たのかだからもう決勝3組になったらもうブッキングが全部、まあね、確かにね、そこは OK だから、おいで安心して寝ちゃったら、電話がガンガン鳴り始めて、僕来たら、優勝しましたよ、社長。何人寝てんですかつって。最悪だよ。言われたっつって。寝てたんだ。うん、そうなんだ。そうだ、見逃したんだって。優勝の瞬間は。何あの、コウモト泣いてたのなんすか。いや、号泣してたよ、あいつ、なつって。ねすごいよね。あいつら、本当に、あれだな、うん、人気あったんだな、実はっていうさ、もうさ、みんなが、本当にみんなが、祝福してくれてんだよ。なんかこう、優勝して、よかったねって一番思う人たちみたいな感じね。そういうことなんだろうね。まあ、去年の錦鯉なんかもね。あれ見た？俺、あの、社長に見せてもらったんだけど、あの、三四郎の小宮が、号泣した。そう、ニュースになってたの。ニュースになってた、それ。あれ、笑うよな。あんな泣いてる人、大人、あんな泣いたら。号泣、号泣以来だな。うろうろ。うろうろしながら。うろうろしてんだよな。ねえ。あれも笑ったな。あれはすごいな。すごいよな。だから人気あんだよ。いや、だから、ね。で、俺、なんつうの、爆笑の時にさ、爆笑じゃないか、うん、なんかの時に事前で、うん、爆笑問題、先輩のね、うん、事務所の先輩の爆笑問題から応援メッセージみたいな、うんうんうん、撮ったじゃん。まあ何個かありましたね。あったじゃん。うんうん、で、あの時に、やっぱり、あいつらやっぱり、とにかく、俺は優勝以外許さないっていうようなことを言ったんだよね。うん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 、で、とにかく、僕は、9にしろね、うん、ウエストランドにしろ、うん、もう優勝か、ね、うちを辞めるかどっちかですよ、って言ったわけ、うん。で、それで言ってたら、今度、じゃあ田中さんからって言ったらさ、うん、お前がさ、またさ、うんうん、僕はちょっと太田とは、考え方が違いまして、うん、M1 って決勝に残ればそこそこ売れるんで、みたいな。俺さ、こいつ、何大会前に、こんなこと言うんだと思って、俺割とすごいなと思ってたんだ。その時思い出したのが、一郎がアメリカにメジャーに行く時に、お前が言った言葉なんだよ。一郎はメジャーに行くよりも、台湾に行って首位打者になってほしい。もうさ、こういうやつだよな、みたいな。やっぱりさ、ダメなんだ、その考えじゃ。と思わない？いや、言ってることはよくわかります。決勝残ればそこそこ、ね、テレビ出れますけど。いや、俺は、本当に、俺はね、もちろん二組入ってね、決勝に行って嬉しかったし、うん、ね。売れてほしいとはずっと思っているんですよ。これ信じてくんないんだけど、タイタンライブのエンディングとか。誰も信じてくんないんだけど、本当に思ってるわけよ。いやいや、思ってるだろうとは思ってるよ。思ってんだけど、
だから、その社長が言うね、うん、そのファイナルの3組に入ったら仕事がじゃないけど、うん、まさにそれに近い感じで、いやだけどだこれで、もちろんね、優勝はベストだよ。ベストなんだけど、その考え方だよね、お前。ね、もう本当にずーっと、その考え方ここ、うん NHK、俺らの NHK 新人演芸大賞の時から、うん、お前そう言ってたからね。俺は絶対優勝するっつったけど、うん、いや、優勝は無理だよ、みたいな、優秀賞でいいみたいなこと言ってた。お前は、覚えてないの？全然覚えてない。あ、そう。そうだよ。うん、まず出るのが嫌だっつったじゃん。最初は嫌だって。もうそうじゃん、うん。で、しかも落語家しか取れない賞だから、うん、それ優勝はないけども、うん、優秀賞で OK よ、みたいなこと言ったから、うん、いや、バカ、お前な、うんふざけんなよと。優勝しなかったらやめるぞみたいな感じのやりとりしたんだよ。あ、そっか。うん。全然覚えてない。まあ、それは覚えてない。ずーっとそうだよね、お前。そうだ。俺はもうそうですよ。本当にそういう感じ。うん。いや、だから、ファーストステージさ、うん、ね。お前だってテレ朝行ったんだろ。テレ朝、M リーグ、ネット M リーグの収録があったんで、うん、だ俺も本当はそっちの都市に行きたかったんだけどね。俺は、ね。いけ、まあでもしょうがない、それは。しょうがないっちじゃあったけど、レギュラーがありますから、それはね。で、俺は、テレ朝の楽屋で、見てたわけですよ、ね。んで、まあ当然、その前も、ラジオというか、テレビの音声を、車の中で移動中も聞きながら、ね。で、まあ状況はわかるわけ。そう、もう、最初のもう3番目、4番目ぐらいの9時とか、音声で聞いてるわけですけど、うんうん、で、ああ、そろそろ、もうどっちか組んだら、もう二組あんだから、なんつって言ったら、もう全然違うわけよ。うん、ね。90だったからね。ね、そう。で、うん、もう、つって、これやべえな、これうち、全然出てこねえじゃん、みたいな話になって、マネージャーの佐藤とかさ、いてさ。で、見てて、で、楽屋に入って、で、ネット M リーグの収録は、毎年被るんですよ、その、M1 とね。M1 とね、うん。日曜日なんで、うん。で、時間も似てるんで。うんうん、で、収録、生ではないので、うん、M1 の日は、M1 が全部もう、スタッフも、出演者もみんなそっち、やっぱ、うん、気になるし、うん、見ちゃうから、うん、終わってから収録っていうふうにしてくれてる。そうなの？そうなの。それで、まあ当然それで見てて、うん、で、ファイナルステージのもう最後も、3組ぐらいになってさ、うん、で、ヨネダ2000かなんかだっけ？あれ、あいつら面白かったね。あれすごいな。わけわかんないね。うん、で、バーって弾いて、うん、で、その二組残って、うん、わーっつってなって、うん、あーでもこれ逆に美味しいんじゃねっつって、うん、もうこうなったらもうしょうがないよ。うん、でもその前にロングコートダディとサヤクが超受けてて、うんうん、男性ブランコもいい点数取って、うん、あーでもまあでも厳しいだろうなとは正直思ってたの、その点数ね。うんもうこの後で、Q とウエストランドでこのなんか650点以上取んなきゃいけないみたいな、結構、ね、ハードル上がっちゃってるから、うわーと思って、でもまあ、Q は9番目っていいんじゃねえかなと思って、本当に9番目になったから、じゃあこれで2回連続、いつもね、ウエストランドも最後っていうのもまあネタになるか、ぐらいの思ってて。で、ドキドキしながら見て、すっげー受けてるから、あれれれ、これちょっと、いけっか、ちょ待って、つって。いや、これさ、これ、3位以内に入ったら、いいよ、もうそれでいいよぐらいの、俺はもう。まだその、ね。その子に及んでまだそうそう。もう優勝狙わないんだ。3位以内に入ったら、爪痕残せるから、だって、別にさ、オードリーだって、ペコパだって、優勝しないってことあるから。一郎が台湾でさ、首位打者でいいって。首位打者4割って言ったんだ。4割って言ったんだ。そうか。そう。で、でも、それでよかったと思ういやいや、それは俺の間違い。思わないよね。全然間違い。それは俺の間違い。うん。ね。でも俺は、その、事前にはそれぐらいの感じでいた方が、ダメ、そんなやつ勝てない。俺はね、俺はそっち派なのよ。そっち派そんぐらいの方がいい。よかったすんの。ね。あんまり、その、優勝以外なし。いや、わかるよ。そう、かっこいいよ、そっちの方が。はっきり言って。かっこいいも何も、狙っていかなきゃ取れねえから。でも狙ってなくても優勝できたからね、俺はね。いや、だから。ちょっと待って、俺が狙ってんの。お前がね。しかも、事前に話してます。それじゃダメだよっていうのも。ね、俺はそんな高望みして、期待、あんま期待、あれしちゃって、がっかりしたくないっていう、多分なんか防衛本能があるんじゃない？うん、
ね、すんごい、小市民、小市民。小市民としてね、小市民なのよ、うん、結局は、うん。ね。で、そういうのあるから、で、これはいけるかもしんないって思って、うん、見たらほんと受けて、で、もう、テレビの前で願ってるんですよ、俺も。ね。その、佐藤と、あの、上田さんと、ね、うん、スタイリストのみんなで。みんなで、願ってた。ね。あ、最後の、あの、あいや、あの、あれの時よ、まず、その、ファーストステージの点数を。点数の時。650点以上、なんとか、3位以内って言ったら、なんか、650何点ってなって、うんうん、おーし、来たこれいいぞって、これいけっかもしんない。かけてるもんな、お前な。かけてないかけてないよ。冗談じゃないよ。ね。でも、かけてるとしたら、オッズ高い方だからね。まあ、そうだろうね。ね。大穴に近いどっちかって言うと。まあでも期待は、まあ、その期待じゃあったかもしれないけどね。うん、で、あ、残り3組ってなった時にもう、でもメイクとかもしなきゃいけないもん。ね。で、俺はもう、あ、じゃあ俺メイクこの回行くわ、つって、うんうんで。メイクにしたらもう、メイクさんもわかってるから、うん、メイク室の上の方にテレビがあるんですよ。うん、で、着いたら、もうあの、椅子がもうそっち向いて、あメイクのところで鏡の前じゃなくて、もうモニターを見える側にもう椅子が用意してあって、うんうんうん、ああ、すいません、つって見ますよね、うんうんうん。で、そこでメイクされながらさ、こう、いてさ、そしたらさ、ウエストランドがなんか漫才始めてんだよ。うんうん、あ、もうや始まったんだと思って、うんうんうん、それでこう、見ててさ、すげえいい感じになってたじゃん、あの、M1 のネタの、うん。で、あの、M1 の夢って言った時に、うん、メイク室の隣の部屋がドカーンと受けてんのも聞こえてくんのよ。そう。あ、いいと思って、だからもうなんかその、テレ朝の社屋の中でも受けてるみたいな感じで、うん、ああ、これいいじゃんと思って。ほ、うん、で、あの、メイク終わって、うん、で、帰って、で、まあもちろん、ロングコートダディもさやかも面白かったし、うん、まあ、でもこれ、いけっかもわかんないね、うん、つって。うんで、なんかあの、出演者、大村とか、トータルテンボスの、大村とかもいて、うん、大村もまあ、大村もいたの？そうそう、それでこう見てたりして、いや、すごいっすね、もう、ウエストランドタイタン、って言ったら、いや、これいけっかもしんねえぞ、つって言って、マジっすか、なんつって。んで、トイレ行ったらさ、マジっすか、つって。大村が、いや、大村が使いつつ。なんかね、人物がよくわかんなかったよ。で結構かもしれないこれマジっすか誰かどうな否定はしてない否定はしてない全然ホームランは思ってないみたいになっちゃうからそうじゃないんだよほいでトイレ行ったらなんか陣内をしょんべんしててさあーそうおーなんつって言って寒かったろってあれほらあーやったずっと外でやってたからかいや寒かったいやでもすごいないっすかウエストランドねえもうファイナルまで行ってるじゃないっすかって言っていやそうなんだよで行ったらいいなと思っててさーなんて言いながら戻ってさでもう最後よもう優勝はっていうところ名前出る。名前が出るとこですよ。ね。あれすごかったね。すごかったね。ウエストランド、ウエストランドつってみんなでこう、もう、祈り、祈りながら見てたらさ、ウエストランドって最初出てさ、真っ赤になって、ね。そう、で、さやかって2回目出てさ、うんって、うん、思ったけどね。まあまあ強敵だと思ったし、ちょっと待って、ウエストランド、ウエストランド来たら、あと1個あと1個みたいな、もう競馬俺につけた。だから勝てんだろ、みたいな。かけてないんだよ。かけてんだろ、お前よ。かけてないんだ。絶対握ってるよ、ね。なんで握んだよ、そんな。するわけねえだろ、お前。ね、うん、そうそうそう。あと1個ってのもバーって出たから、もう、あーってなってしまう。して、こうと号泣しててさ。いや、お前らさっきのネタ何だったんだよ。なあ、やめてくれよお前の、あなたストーリーで、母ちゃんっての泣くやつとか言って散々やっていて、お前が泣いてる。いやー、でもすごいよね。大忙しだよ、今。いやー、あっぱれですよ、これは。あっぱれだね。ああ、見事だね。で、今日実はね、うん、来るんですよ、うん、あいつらだから、ちょっとね。はい。その、東野の番組に。マルコポロリかなんかの収録があって、大阪に行ってて。ありがたいよ。はい。ありがたいね。そう。ほ、うん、で、今、やりましたこっちへ向かっているんですけども、ね、もう番組の後半までにはですね、うん、なんとか駆けつけてくれるということで、うん、M1 王者の上から、我々会ってないでしょ？こんな生活した
かびっくりしたんじゃないの、ね、あいつらさ、こんだけ散々暇で。そうだね。な。ああ、うん。すごいことになってますよ。シンデレラストーリーだもん、うん、記者会見とかやってたからね。記者会見の人口の子、まず出したのかと思ったもんな。いや、そう思わねえよ。私わかってんだ。M1 王者のって紹介されて、ね。記者会見なんだから。ね。ねうん、そうなんですよ。だからちょっと二人もね、うん、後で来ますから。はい。はい。まあ、M1 ですよね。M1。まあ今年のチャンピオンウエストランドですよ。まあ僕はもうね、大好きだし、ずっとその、YouTube とかにも出てもらって、ゴッドタンにもなんだったら10年前ぐらいからもずっと出てもらってるので、めちゃくちゃ面白かったんですよね。めちゃくちゃ面白かったけど、一本目のネタに、まさか、佐久間の名前が、佐久間さんって出たね、うん。まあもう認めよう。あまりいい出方ではない。うん。さやかの時のクリーピーナッツ。これいい出され方。なぜかというと、クリーピーナッツが若者だという証明ね。若い者としての知ってる証明としてのクリーピーナッツ。あれ一番いい出方。固有名詞の使われ方としても時代性を獲得しているというね。うん。井口の出し方。井口の俺の出し方。うん。あまり良くない出し方。痛いお笑いファンが佐久間を支持してると言わんばかりの。いや、あれさ、まあ、そんな、もう正直に言うと、俺、準決勝の配信見ちゃってんのね。で、準決勝の配信でも入ってんのよ。佐久間さんって入ってん。で、準決勝の客には大受けしてるわけ。まあ、そらそうじゃん。準決勝まで詰めかけるさ、もう、コア中のお笑いファンだから。で、その後も結構下りが続いてんの。本当はお笑いファンをいじるみたいな下りが結構続いてんだけど、その、で、俺は、その、まあ、番組スタッフと見てたから、これを決勝で言うのかねみたいなこと言ってて、いや、決勝のお客さん違うから言わないんじゃないですかみたいなこと言ってて。で、俺たちはあちこちオードリーで、その準決勝から決勝の間に、井口って呼んでんのね。別件の、普通に、伊集院さんとかとの今日、芸能界の参考書を作ろうって企画で。その時に井口が、まあまあ、ほんの、それいじってるのもあるから、まあ俺も知らないふりしつつも、ちょっと話した時に、まあそんな、出すか出さないかみたいな、俺の名前出すか出さないかみたいなほんのちょっとだけ話したんだよね。その決勝の客さん。だから俺は、正直、もうその、M1 を楽しみつつも、出すのかな出さないのかなっていうのがずっと気になってたら、えみくじで最終組になってるから。もうそれぞれのコンビ面白いんだけど、それをずっと気になってて、気になってて。で、俺は仕事が M1 ギリギリ前に一回終わって、家で、娘は、別部屋で見てて、奥さんと、その、ご飯食べながら見てて。で、見てて、俺はずっと、ウエストランドになりながら言うのかな佐久間さんって言うのかなどっちなんだろうって思いながら黙って。まあ、奥さんからすると、その、なんで急に今までゲラゲラ笑ってたのに、ウエストランドのネタになったら全然笑わねえじゃんみたいな空気だったらしいの。どうしたの？みたいな。言うかな？言わないかな？言ったと思った瞬間、俺は心の中で、うわ、言った、うん、受けてんのかどっちかと思ったら、妻が、今あんたの名前言ったつって、すき焼き吐き出したって。で、俺は、どうっていう思いながら、あ、そうそう、俺の名前。だよねって言ったら、奥さんが、もう、これがいいか悪いか分かんない。うん。なんか今年頑張ったんだね。要は、うちの奥さんの論理で言うと、M1 で名前が出るぐらい頑張ったんだねっていう、その、うん。クリーピーと、俺が出たから、頑張ったんだね。今年頑張ったじゃん、仕事って言われて。いや、いい出方じゃ絶対ないよって。っていう風になって、で、いや、だからさ、俺はもうほんと自分のことだから一個わかんなかったの。あの大舞台で出た時、どのぐらい伝わってんの？あのネタ。お客さん分かって笑ってんの？お笑い好きは笑かるじゃん。まあね、あとね、このラジオ聞いてる人はもうゲラゲラ笑ってたと思うよ。あと、DJ 松永はゲラゲラ笑ってたと思うよ。うん。どっちかな？クニちゃん分かったかな？俺、クニちゃん分かんなかったと思うんだよ。クニちゃんっていうほど仲良くねえんだけど。クニコさん分かったかな？っていうとこだよね。それがだから逆に心配になっちゃった。さやかのクリーピーナッツは受けてた。
間違いない。くにちゃんも分かってた。分かんないけどね。抜かれてないから。あの、ウエストランドの佐久間さんは、山田邦子さん分かってたのかなと思った。そうなんですよね。だこれ、井口とはで、ね、どっか。ツイッターで、ダイレクトメールで、画像が送られてきて。画像が送られてきて、うん。それで興奮しちゃって。顔は映って。顔は映ってなかったです。はい。僕も送っちゃいまして。何を言う局部の写真を。で、それどういう状態の局部ですか？局部。その、まあ、生きり立ったというか。昭和新さんね。昭和新さん。昭和新さん。さっきチラッと聞いたんだけど、はい、動画も送ってるんだって。すいません、そうなんです。え、うわ、どういう、だからそのまっしごいてる。うわいや、もうゾンビ気だよ。すごいな、お前。